それは遠い星の輝きの中に閉じ込められている、果てしない時の向こう、人々が空を飛び回る術を知らぬ頃の世界に語り継がれていた一人の勇者の物語である。知ってるかい？お前もこの町の生まれだもんね。フィレーナ、そんなとこにいたの？手を貸してよ。はいはい奥様。 ありがとう力持ちさん。こうやって見るとドラの町って意外と小さいのね。そう、城壁に囲まれたちっぽけな町さ。ねえ、本当にメインバトラーになってこの町から出て行くつもり？もう決めたんだもんね。散歩してこよっと。ダメよ。どうして？あの女、ミリカがいつどこで狙ってるかわからないんだから。ミリカ、私はヒコスの妻ミリカ。あなたは今日、私はあんたを狙う。昼も夜も復讐を遂げるまで。私が遂げられなければこのコフィスがあんたを殺す。ヒコスの仇必ず撃ってみせるからね。嫌なことを思い出させちゃった？いや、別に。ねえリラ、もし僕が本当に男で君と愛し合って、それで誰か他の男に殺されたら君はどう思う？仕方ないじゃない、諦める。あ、そう。嘘よ、相手をぶっ殺してやるわ。うん、だろ、気持ち分かっちゃうんだよねミリカさん。分かって何になるの？え、今度はフィレーナがミリカさんの手で殺されてあげればそれで済むって思ってるわけ？悪かったよリラ。よし、おいしいもの作っとくから行ってらっしゃい。うん。あ、リラ一人じゃ怖くて降りられないよ。特製料理楽しみにしてるよ。もう、帝国機密、一体どういうこと？君も気がついたか、ネスト様。深入りしないようにと思ってね。ちょっと遅かったかな。それじゃあネスト様も。ああ、ちょうどフィレーナが生まれた頃、ある地域で海洋民族出身の奴隷が急激に増えていることに気がついた。これはどこかに隠れ住んでいた海洋民族の集落が帝国に襲われ崩壊し奴隷にされたと考えるのが一番自然だ。
でもこの時代には帝国はとっくに全世界を支配していたはずですわ。そう聞かされているがね。帝国が欺いていると？さあね、とにかく俺はフィレーナがその民族の出身ではないかと思って調べてみた。だが不思議なことに、この時各地に出現した奴隷たちはことごとく数年の間に死んでいる。あとはこの地域の歴史を調べるしか方法はない。そこで歴史のデータにアクセスすると、全く同じです、私の時と。帝国機密と出てはお手上げだな。このことはご主人様には言わない方がいい。あいつはいざとなるととんでもない危険を犯しかねないからな。帝国機密か。あのフィレーナという男、とことん楽しませてくれるな。バラバ様、聞いてたのか。まあな、深入りすると身の破滅だぞ。うん、お前が俺の身を心配してくれるとはな。帝国機密は危険すぎる。巻き添えはごめんだからな。フィレーナの身元調査は中止だ。次はこれだ。はい。フィレーナの妻リラの身元調査ですね。どういうことだ。フィレーナの身内が見つからないなら妻の身内と戦わせるさ。お前というやつどこまで。今度はやらせではないぞ。リラという女、フィレーナほど謎めいた素性でもあるまい。身内の一人や二人すぐ調べがつく。なぜそれほどフィレーナにこだわる。なぜお前こそフィレーナのことになるとそうムキになる。何もしないよりマシだ。エルテラの時のようにな。ネスト様は亡くなった妹さんの言い名付けだったそうですね。彫刻家に？そうよ。大きくなったら魂のこもったブロンズ像をたくさん作りたいの。よせよせ、帝国人には芸術家には向かないよ。やってみなきゃわからないの？なれるよ。ナレリさん、エルティナならきっと。本当？ネスト本当にそう思う？うん、本当さ。ネストはお前が好きだから点を稼いだのさ。そんなんじゃないよ。だって僕も芸術家になりたいからさ。なりましょう一緒に。ナレルはきっとネスト大好き。よせよ。わあ、ネストのやつ赤くなった。違うったら。兄さんは私に才能がないからやめろって言うの？そうは言ってない。ただお前の芸術は破滅的すぎるからだ。兄さんだって演出家志望ならわかるでしょ。今やらなければ何も生まれないのよ。体を治してからだって遅くはない。体
なんてどうなってもいいの？自分に自信がなくて、逃げ腰の兄さんに私の気持ちなんてわからないのよ。すまん。俺もあの時死んでしまったのかもしれん。バラバ様、物音がしたものですから。何でもない。失礼しました。おやすみなさいませ。待て、お前そこに立ってみろ。ポーチを背にして立ってみろ。はい。出て行っていいと言っている。おやすみなさいませ。これはこれは、ずいぶん過激なお出迎えだな。あ、やだ、男？とも、あんた誰？ネスト、バトルライターのネストだ。よろしく、奥さん。あのね、バトルライターだかなんだか知らないけど、人ん家に勝手に入って。ああ、ちょっとフィレーナに用があってね。何度も声をかけたんだが、歌声ばっかりで。あら、私としたことが。バトルライターって、あんた、まさかまたひどい筋書きをフィレーナに押し付けるんじゃ。そんなの許さないわよ。後から敵討ちに狙われるようなバトル、もうフィレーナには絶対させないんだから。いい奥さんなんだね。え？ただいま。どうしたんだ？大声出して。
あなたは。ディラと別れろですって？今すぐだ。そんな。町の郊外にある俺の家に預かりたい。冗談にも程がありますよ。冗談ではない。本気だ。どういう気まぐれです？帝国人民のあなたなら何もリラでなくたっていくらでも新しい奴隷の女を買えるでしょう。もしも奴隷がお望みならね。俺だって明日をも知れぬバトラーのささやかな幸せを奪いたくはないがね。これしか方法がないんだ。お断りします。僕はリラと別れる気はありません。これ以上生活のことまで指図されるのはごめんだ。話はそれだけならお帰りください。バラバはお前とリラの肉親を戦わせるつもりなんだぞ。師匠殺し。兄殺し。うわ。次は妻の肉親殺しだ。今度はやらせではなく本物のリラの肉親を見つけるだろう。バラバの狙いを叩き潰し、お前がリラと別れるよりはない。戦う相手がすでに別れた妻の肉親というのではそれほど慣習にアピールする効果はないからな。あんたたちは奴隷を何だと思ってるんだ。お前の怒りはよくわかる。だから俺はこれ以上仕組まれたバトルをやらせたくない。あの子のためにもな。リラを預かったら誰にも指一本触れさせはしない。これだけは約束する。帝国人民が奴隷との約束を守るって言うんですか？帝国人民である前に俺は軍人の血を引いている。誇りは失っていないつもりだ。リラのことは心配せず早くメインバトラーになってバラバの目の届かぬところへ行け。その時リラを連れ戻しに来るがいい。これで俺の話は終わりだ。決めるなら早い方がいい。いやいや、リラ。フィレーナ、勝手に変な約束しないでよね。私あんたと別れる気なんかないんだから。でもリラの親兄弟と戦うことになるかもしれないんだよ。関係ないもん。奴隷にはもともと親兄弟なんていないのよ。生まれた時から一人ぼっちだもん。だからそんなこと気にしなくていいの。今はフィレーナの方が大事なんだから。リラ、フィレーナ。あんたの言う通りにするよ。フィレーナ、嫌よ。リラ、必ず迎えに行くから。一人ぼっちなんて嫌。フィレーナはリラと別れるぞ。どうしてわかる？奴隷管理局の離婚許可書だ。何のつもりだ？見ての通りだ。残念ながらお前さんの今度の企画はやる意味がなくなったというわけさ。こないだの仕返しというわけか。ついでに知らせておく。フィレーナの残り5試合の企画書はすでに提出してきた。そういうことか。で、中身は？この町のベスト5との対戦だ。最もシンプルな力と技の戦いだ。小さなフィレーナがいかにして強大な敵と戦うか。観客としてこれ以上の興味があるかね。フィレーナがベスト5に勝てると思っているのか。さあね。だがメインバトラーを目指しているんならこの町のベスト5に負けるようでは通用しまい。たとえ負けてもお前の小賢しい演出で倒れるよりマシだろ。
どうやらお前は本気で俺からフィレーナを取り上げるつもりらしいな。どうとでも取れ。俺はフィレーナにバトラーの本堂を歩かせたいだけだ。バトラーの本堂か。お前は相変わらず甘いな。ネスト、エルテナを死に追いやったのも俺たちのそういう甘さからだ。俺の企画を超えるものを出さない限り、お前はフィレーナに手が出せん。そのことだけは忘れるな。ミリカに連絡を取る。バラバ様、早くしろ。俺の演出はまだ終わってないんだ。はい。ミリカか。はい。フィレーナの襲撃を許可する。もうすぐ一人になるはずだ。隙を見て襲うなよ。どうしてそこまでフィレーナを追い詰めるのかと言いたいのか。ええ。話したところでお前に分かるはずもない。それはそうかもしれませんが、お前こそどうしてそんなにフィレーナを嫌う。嫌うなんて、私はただお前と同じ奴隷で、しかも男のフィレーナに俺たちが夢中になっているから。それともお前ネストが好きなの。そんな叶う望みのない恋か。所詮奴隷と帝国人民が結ばれることは許されない。いいえ、私は。サラ、お前俺のために少々危険を冒してくれる気はあるか。フィレーナの帝国機密をクリアするんですね。できるか。バラバ様のご命令とあらば、サラ、お前だけが頼りだ。はい。初めて私の名を呼んでくださったわ。こんな風に急に別れることになるなんて。ほんの少しの間さ。迎えに来なかったらまた押しかけてやるから。君から逃げるのはバトルに勝つより難しいな。誰だ。あら、猫よフィレーナ。あら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 、おいで。あ、この子フィレーナに似てる。え、迷子のくせに強がって。迷子？そう、あんたいつも帰るところ探してる迷子みたいな目してるもん。くすぐったいよ。迷子か。ヒロスラは17年前に帝国に滅ぼされた王国、唯一の王位継承者の名はフィレーナ。まさかあのフィレーナ。バラバ様、アクセスが成功しました。フィレーナの身元が。誰？Thank you.
Thank you.